変化球、空振りです。ナイスボール。勝ってから白川から始まってさ、はいね、50、50って出てるからさ、はい、こう次ね、井上回るんでね、出たらそこ一発があるバッターなんで注意したいところ。初球抜けました。ナイスボール、145キロ。あー、惜しい。おお、この速さがね、ほんとね、リモートインターンのいいところは。あー、マジか。結構コース決まって、その後にバトンを受けた、バトンを来た。変化球、空振りの三振。三振でワンボール、第1球。ナイスボール、145キロ。見たいところ。投げた。レアファール。投げた。大きな当たり。投げました。インコースまっすぐ、ここは投げました。打ちました。ここはインコースナイスボール。投げました。打ちました。あ、さあここはフラフラっと弱い打球。平行カウント。5球。うーん、ナイスプレー。どこからでも崩れるから。投げました。打ちました。初球引っ掛けさせてファース山さん。感じがいい。外れてボールとか投げました。打ちました。さあ、山崎が自分取ってスリーアウト。いや、負けもんやん。難しい。あらら、ローマ人は放送の人が結構なんか山崎が両方のクローザーみたいな感じでした。アクションを打てない。空振り楽しい。それだといけます。森田、あーもう完全やな、これ。そうですね、たぶんさんは。そうですね。うわ、パラ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 。そろそろ上がってくると思うんだよな。うわー。ありがとうございます。あ、パラゴール。あー、ジャスト動き。ここは低め、ツーボールが決まって、ワンストライク。さあ、インハイ決まりました。さあ、フルモード詰まったあたり、これはショート、完全に打って、ダブルプレー成功。